ですね。ジューシーさん、あったかいんですよ。こんにちは、カズです、ミニブタの、ミニブタのジューシーくんですね。起きた。明日でうちに来てちょうど11年になります。確かね、確かそうだと思いますね。ジューシー、ジューシーだからちょっと寝ぼけてよ、ね、いい天気だね今日ね。ちょっと寝やめ、はい、寝起き、いきなり寝起きにあれですけど、ちょっとこれをあげようかなと。人参、おいしい。お正月用のやつだから甘いよ。家残ってた。取られちゃった。ジューシーさん、はい、手から食べたい。落っこちたの日本中が食べに来ました。あ、取られた。ジューシー、ほら、ちゃんと食べて。まさにね、ミニブタじゃないと言われますけれども、まあ、これでもね、かなり普通のブタより小さい方かなと思いますよ。大きいですからね、ブタって。牛の背が低いだけみたいなのがあってですね。はい、よし、また後であげるよ。かぼちゃも買ってきたから。何ついてるよ。あ、また落ちてるじゃん。ほら、目が悪いからね。なんですけど、本日ね、この撮影してる機材が DJI から発売されてるオスモポケットというね、小さなジンバル付きカメラになります。すごい小さいんですけど、手ぶれがね全然しないで撮れてるんじゃないかなと思います。マイクの方はどうでしょうかね。はい、ジューシー、誕生日おめでとうだね。映ってる？見える？そうか、セルフィー、これ俺を捉えてんのかな、もしかして。まあ今日はね、こんな感じで遊びたいんだね。ちょっとこれから俺お昼ご飯食べるから、ピニャと散歩行ってくるよ。よし、じゃあね。
そんな感じで本日はうちのミニブタを軽く紹介しました。また登場します。バイバイ。